アイブン・キンチェローはアメリカ合衆国のテストパイロットである。米空軍主君十字章受賞者で朝鮮戦争ではエースパイロットとなった。キンチェローはミシガン州デトロイトで生まれ、ミシガン州カソボリスで成長した。幼い頃から飛行機に興味を持ち、パドゥー大学では航空宇宙工学を専攻した。予備役昇工訓練課程に参加し、また、 シグマファイイプシロンフラタニティのメンバーであった。1948年夏に予備役昇工訓練課程の士官候補生はチャックイエーガーと面会し、X-1 のコックピットに座ることができた。1949年に卒業すると、キンチェローはアメリカ空軍の士官となった。中尉に昇進し、1951年9月に朝鮮戦争に派遣されるまでの1年間、 エドワーズ空軍基地でテストパイロットとして F-86 の操縦等を行った。戦争中は1952年5月に撤退するまでに F-80 で30回、F-86 で101回出撃し5機のミグ -15 を撃墜した。この時点で大尉にまで昇進した。戦後、彼は再びテストパイロットとなり、 センチュリーシリーズの戦闘機の試験飛行に参加した。1950年代中盤には X-2 計画に参加し、1956年9月7日に時速 3200km の速度で126200フィートの高度を飛行した。これは高度10万フィートを超える初めての飛行であった。このことから彼にはアメリカズナンバー1スペースマンというあだ名が つけられた。このちょうど3週間後に、ミルバーン・アプトが激突して死亡し、x に計画は廃止された。アプトはこの時、初めてマッハんの壁を破った。その3週間後、キンチェローは次のロケットプレーン X-15、15計画のパイロット候補3人のうちの一人に選ばれ、ミスの選抜者の一人となった。彼は、エドワーズ空軍基地で起きた。 F-104 の衝突事故で亡くなり、軍からの再敬礼をもって、アーリントン国立墓地に葬られた。1959年9月、彼の功績を称えて、ミシガン州アッパー半島の空軍基地が、キンチェロー空軍基地と改名された。この基地は1977年9月に閉鎖された。また、故郷のカソポリスから数マイル東に、 高さ12フィートの積成のモニュメントが建設された。1992年には宇宙飛行士の殿堂に選ばれた。テストパイロット協会から優れたテストパイロットに贈られるアイブン・キンチェロー賞は彼の名前に由来する。ありがとうございます。